はい、こんにちは、です。よろしくです。ミコ。セミさん、チーノに占い師、霊能師、カレイド1、共振者1、殉教者1、ミコ1、独裁者1、反逆の狂人1です。やっていきます。ミコミコナースという歌があってだな。もう誰も知らなそうな気がするが。キッズたちは一切知らなそうだな。ミコミコナース知らないか。もうなんかすごいよな。ミコミコナース。つるっぺった、みこみこナース、みこみこナース、生麦、生米、みこみこナースっていう歌。知らないか？明治時代の歌だね。民謡だね。よろしくお願いします。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。忘れ去られていくのか。俺もきっと忘れ去られていくんだろうな。インターネットの地層の中に深く沈んでいく。そんな運命の YouTuber です。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。殉教釣るよ、出る、出なそう。13、カミングアウト。あ、いいね。なんか即殺って感じだったな。即死。一体何をしに来たんだろう、トーマスは。30秒前。どっか噛まれるかな。ミコは多分対抗出ないような気がするけどね。あ、まあできるだけ潜伏していいと思うんだけど。何もしない。はい。これさ、ニグッチョブ出ないと、これね、重要なのがあって、人数が、奇数の部屋は、グッチョブ出ても意味ないんだよ。なぜなら、偶数部屋になるだけで、1グッチョブだと、縄の数は増えないのね。でも、偶数部屋だったら、1グッチョブ出たら縄の数が増えるから、意味があるのよ。グッチョブに。だから、正直、で、呪われも覚醒もないし、まあ、そんなグッチョブが起こりうる部屋じゃなさそうだから、あんまり意味ないんだよね。偶数になってもそんなに意味はない。だから、正直グッチョブいらんって感じ。グッチョブ出たところで、で何みたいな。ベグリングっぽいね。マイク黒でやるかな、これ。マイク黒でやるかな。なかなか厳しいと思うけど。これ普通にマイク黒じゃね？メリル意味は。サンドラって多分マイクしか占う気なかったでしょ、あのログ。通貨大体一つしかない。あー、まあ確かに。一つしかないってのはそういうことのような気はするよな。
ログも見てないし盤面上あり得るねとしか言えない。いやいや、ログてかマイクするんだったら、確定しろたくないなら、うん、今日ってクラディーニャ村上村釣りで明日 RPB 持ってくるので盤面でベグするかなって思ってます。普通にメアリーギに見てます。すげえな、ローラそれで白。ここ強心部屋だっけ？強心か。グレー詰めるんだ。うん、メアリー新奥進行にならないこれ。迷いないぞ。これマイク釣りってなしなのかな。うん、うん、メリルのうん、名はあるんだし、うん、うん、マイク盤面だけじゃなくて、うん、ローラもおかしいけどね。マイク釣りする意味ない、白出てるのに死なよ、あれからサンドラ死ぬ気だってマイクにのみ。ローラ指定でマイク行けば
意味わかんなくね。貫通いらんぞ。ローラ別に村おけんが。柱。柱つことは市民1か。まあいっか別に。なんでマイクは走らしながら1分前。意味わからん。まあ最悪、まあそう、メアリー神戸ないの。まあいっか、釣るか。準教通でジェシカ白騎士はすげえな。ローラジェシカ白騎士はローラ達成しろ6月1日じゃないのか。あと私はジェシカ白騎士は何なら私は手入れ付けしてない。あ、なんか矛盾してね、ローラの発言。10秒前。疑惑に対して無駄か。カミングアウト。は？カミングアウト。何がしたいの？
うん、反逆の反逆の狂人だ。あえて色付けしてないというのは黒塗りに見える。ローラ、そもそもローラかマイク釣りってのが、というか色付けせずに、カミングアウト、うん、まあメリル釣りよくね。どうしよっかこれ。今日さ使ってさ、明日さ俺釣っていいよっていうか、したら死者なしになるぞって。したらニック釣れるわ。今日使うか。いたよろしく。で、今日使ったら死者なしになるっしょ。で、今日メリル7で死ぬ。で、巡回の数は？でも RPP にされるか。うん。うん。ニック黒軸だとどこだ。メアリー、シーンほぼ見てないし、メアリーは、ジェシカはメアリー釣り否定し、他グレースエース入ると思いきや。9、8、1、2、3、4。まあ、独裁いるから大丈夫か。独裁生き残ってると思うから、多分大丈夫だと思うんだけど。
共振、うーん、ニックの黒軸の相方の位置は誰かだな。ローラの印象悪め。うん。うん。ニックあんまログがないんだよな、ニック自体。ジェシカの提案印象いいけど、白けどルールないと。どこだろう。ゲイル。ニックに全く触れてないな、みんな。30秒前。誰もニックに触れてないな。10秒前。いや、わかんないな、これ。難しいな。噛んでほしいけどな。まあニック目線メリルワンチャンゴミシンみたいな風に思う可能性もなくはないけどね。あ、ローラか。まあまあいいんじゃない。うん、メアリーに黒打たれる前に釣るか。カミングアウト。うん。あとわざと待った理由も。延長希望。メアリー真見る気ないなら、メアリー真剣ね。まあ、メリルって言いたかったのか。
うん。メアリー、ギーか。2822 2うん、うん、まあ無理かな。メアリーってん、今日の夜とは延長希望、延長希望、うん、あーいいね。カミングアウト、カミングアウト、うん、これクロスで勝てるぞ。ケイルはなんで聞いたんだ。6になりそうだけどね。6で、エマクリスクロス、グッチョブ出るだけかな。うん、うん、1分前、延長希望、延長希望、うん、うん、てかメアリー釣り、うん、強靭心、あーそっか、ニックは今日能力使って明日の投票で示してみな、死んだらね。ああ、まあ明日投票すればいいのか。うーん。
メアリー真嗣か何なのこれ。結果出てんの。エリック白。あ、エリック白で囲ってんのか。さ、囲い値か。マイク黒の確定紙はサンドラの確定書にするときの紙けないできなかった。ゲイラなんで霊能守ったんだろう。30秒前。まあ、ニックは絶対破綻するからいいんだけど、このメアリー釣りってさ、まあ別にいいのか。確かに囲いなしとかありえんよな、メアリーが。多分俺噛まれると思うけど、それか俺が発動してないと思っちゃう。まあまあ噛まれるかな。普通にフェイカミが一番かな。別にグッジョブ起きてもどうでもいいし、正直。多分エリックだと思うけどね。なんででもエリックわざわざ出たんだろうって感じだよな。まあアホだ、アホな人狼でしたってオチだけど、かなりエリック出るのってかなりアホ人狼だよね。わけわからんよ。はい。で、まあ、エリック・ゲイルか。まあ、あと頑張ってくださいって感じかな。あとは、あと健闘を祈るって感じで。まあ、いいんじゃね。まあ、ニックが自殺してくれてよかったね、ミコで。時短よろしく、時短よろしく。まあ濡れんでしょう、ニックに。ニックがでもどうだろう。まあでも無理かな。まあエリック頑張るしかないって感じするけどな。メアリーが囲わないようなやつと思えないけどね。はい。で、どうでしょうって感じだね。おはよう。精神が巫女、確かに。
難しいですね。これは。さすがに囲うんじゃね。いやでもどうだろう。てかさ、透けてたのかね、あの日。ジェシカ見事思い込んでたのか、太鼓出てこないから。なるほどな。まあ確かに死人に巫女見る場合もあるか。延長希望。効果使う、まあでも効果使わないと微妙だったな。あの日、まあ結果論で噛まれなかったから効果取っとけばなんか良かったのになみたいな理屈ってあるけど、まあでも使わないとダメだな。あの日使わないとちょっとさすがにトロールの度が過ぎる気がする。無理じゃないけど、無理じゃないけど無理みたいな感じするわ。さすがに。やっちゃいけないような気がする。つかなかったらちょっと戦犯だな。噛まれる可能性だって十分あったもんな。まあ、釣り証明したら義だったら負けるんだけどね。RPP になっちゃうから。釣り証明は良くないんだけど。30秒前。延長希望。延長希望。どうだろう、多分勝てると思うけどな。多分勝てると思うけど。1分前。
行けましたかね。よし、まあまあまあいいんじゃないですか。知事いい感じになんか出てくれたね。脳死仕様良くない。はい、知事でした。バイ。